こんにちは、言語化プロデューサーの岩民です。今回は教育現場やビジネスシーンで今最も大事だって言われているメタ認知力についてお話したいと思います。メタ認知力というのは自分のことを俯瞰して客観的に見ることができるようになる力だというふうに言われています。つまり自分のことを冷静に言語化できるようになることという意味なんですね。そしてこのメタ認知力、つまり自分のことを言語化できるようになるということによってビジネスシーンであったりとかこれからの時代にはより活躍できるようになるというふうに言われています。なぜこれができるようになるのか、あるいはこのメタ認知力というものをどうやったら身につけられるのかについて今回はお話したいと思います。まずメタ認知力が身につくことによって得られることの一つ目が自分の状態や感情といったものに気づくことができるようになります。英語を学んだ時に第一人称、第二人称、第三人称って習ったの覚えてますか？第一人称は私ですよね。第二人称はあなた、you ですね。第三人称はその自分とあなた以外にここに今いない誰か、彼であったりとか彼女、あるいは彼らみたいなものを表していました。このメタ認知力っていうのはこの彼ら、つまりここにいない人間、第三のポジションから自分のことを見るということになります。自分の状態や感情というものは第一人称です。つまり I am a student であったり I am angry であったり、これはつまり自分は生徒であるという状態、あるいは自分は怒っているっていう状態ですよね。これを第三のポジションから見たときに、私は生徒であるということを認識しているということです。I know I am a student. 私は自分が生徒であるということを知ってるよ。あるいは I feel angry. 私は怒ってるっていうことを感じてるよ。この第三者的なポジションに入ることによって、この怒りの話だとすごくわかりやすいのでこちらで説明しますね。 I am angry. この B 動詞っていうのはイコールという意味で説明されたと思います。つまり私イコール生徒である、私イコール怒っている、この状態っていうのは怒りで言うともう自分が怒りのゾーン状態に入ってしまってるような感覚ですよね。私にも経験があるので非常にわかります。もう怒りの中に入ってしまっている状態だと、もう思ってもいなかったようなことを言ってしまったりとか、もう感情がもうそのままバーン突き抜けてしまって、もう怒りで涙が出てきてしまったりとか、もうとてもじゃないけど自分で自分が止められないような状態です。でもこれを第三者のポジションに立ってみると I feel angry、 私ったら怒りを感じてるなってちょっと他人的な感じで自分のことを見ると、うわー私怒ってんなーって言った瞬間にすごく冷静になれるの分かりますか？普段はこれがなかなか怒りの中にいるとできないんです。でもそこで頑張ってふっと外に出てみて、うわ自分怒っちゃってるって思った瞬間に自分が怒りの真っ只中にいるところから抜け出してますよね。そのことによって自分の感情がコントロールしやすくなるんです。このメタ認知力というものは自分の状態、自分の感情というものに第三のポジションで気づくことによって、うわ自分今こんな状態やんっていうのに気づいたら、それを変える、コントロールすることができるようになるというのがこのメタ認知力のすごいところの一つなんです。これ以前お話しした学習の5段階というものを覚えてますか？見てない方はぜひ動画で見てください。人間が学習をするときには5段階あります。最初は無意識無能なので知らないからできないんです。もう自分が怒りのただ中にいるときはそれに気づかないような状態で、もう怒りに身を任せてしまっている状態、無意識無能ですよね。でもそれから離れて、うわ今自分怒っちゃってるじゃんっていうことに気づく、そしてその怒ってる自分を何とかして変えようとする、コントロールしようとする自分をやって、意識すればコントロールできるようになる、それが第三段階、有意識有能です。でもこの第二段階、第三段階に行くのにはすごく大変なんです。なかなかすぐにはできるようにならないんです。でもこれを日々トレーニングすることによって第4段階目です。無意識有能、もう自分で怒りのスイッチが入った瞬間に、あ今自分怒りそうになってる、怒りに身を任せる前にふっと冷静な自分に戻ることができる、この能力欲しくないですか？私はこの能力を知ったことによってアンガーマネジメント、怒りをコントロールするということができるようになったんです。なので皆様にもぜひおすすめしたい感情のコントロールです。そしてメタ認知力を身につけることによって自分の思考パターンや思い込み、バイアスといったものに気づくことができます。コップに半分の水があるとき、その水を見てもう半分しかないって思う人や、まだ半分もあるじゃん
って思う人がいる、そういう感じ方の違い、考え方の違いについては何度もお話しています。ではあなたのパターンはどうでしょう。もしもう半分しかないって考えやすい人の場合は、それは単純なあなたの思考パターンだっていうことなんです。だって同じ水を見てまだ半分あるじゃんって感じる人もいるんです。そういうふうに考えられる人もいるんです。そのことに気づくんです。つまり自分は同じものを見ている時にもう半分しかないっていうふうに考える癖がついてしまっているだけなんです。これお金の考え方とかだとすごく大きいと思いません？私もそうだったんですけれども、お金を稼ぐのは大変なんだよって私はずっとちっちゃい頃から思ってました。でもお金持ちの方ってそうじゃないんですよね。お金稼ぐのなんて簡単じゃんっていうふうに考えてるんだそうです。もうこの事実をした時には本当衝撃でしたね。つまりお金の稼ぎ方っていうものの考え方、捉え方っていうのがその人の思考パターンだっただけなんです。そして前の動画でもお話しした通り、人間は無意識、潜在意識の中に働きかけるっていうことができるんです。つまり思っているとそれがラスが発動して、それがこう現実に近づいていってしまうっていうのが起こってしまうんですね。なので稼ぐのが大変だと思っていると稼ぐのが大変だっていうふうになっちゃうんです。でも稼ぐのなんて簡単だよって思っていると簡単に稼げるようになっちゃうんです。これなんか嘘みたいだし魔法みたいだし信じられないみたいなんですけど、実際には感覚的にやっぱそういう風になってしまうんです。なので自分のこの思考パターンというものを理解することによって、自分の思考パターンも先ほどの感情と同じです。気づいたらコントロールして変えることができるようになるんです。この変えることができるようになることによってラスというものが発動できるように、自分の潜在意識の中に自分が埋め込みたいことというものを入れることができるようになるんですね。私これを利用していくつか自分の思い込みをあえて変えたものたくさんあります。例えば私はあんまりご飯がいっぱい食べられないんだよねっていう思い込みを植え付けました。おかげでほとんど太ることはなくなりました。もう私あんまり食べられないのっていうのをどん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 植え付けることによって、本当にあんまり食べたくないって脳の方が勘違いしちゃうので、あんまり食べなくても満足できるようになったんですね。っていうかもう私あんまり食べられないっていうふうに思ってるので、ある程度食べるともうこれ以上食べられないっていうふうに勝手に思い込んじゃうので、いっぱい食べ過ぎることがなくなりました。食べ過ぎちゃう人って、私いつも食べ過ぎちゃうんだよねって思い込んでます。これ脳に私は食べ過ぎちゃう、私は食べ過ぎちゃう、私は食べ過ぎちゃうってもうインプットしちゃってるんで、食べ過ぎるように自分で自分に暗示をかけてるようなものなんですよね。なのでこの自分の考え方のパターン、皆さんもたくさんあると思います。まず自分の思考パターンが何なのかに気づくこと、そしたらそれをコントロールできるようになります。そしてもう一つ、自分の思考パターンに気づくことができるようになったと同時に、先ほど言った通り考え方は自分はこう感じる、でも相手はこう感じる、捉え方全く違いますよね。つまり相手の思考パターンは自分とは違うんだということ、そこに気づくことがとても大事になってきます。自分にとっての常識は相手にとっては常識ではない、当たり前ではないんだということに気づくことができるようになるんです。コップの水はもうこんだけしかないではなく、まだこんなにあるっていうふうに捉える人がいるということです。日本で生きていると日本の当たり前という常識たくさんありますよね。でも海外に行くと全然それが常識が通用しなかったりとか、日本っておかしな国だよねみたいに言われることってありますよね。あの感覚です。つまり私たちは自分たちが当たり前だと思っているものにがんじがらめになってしまっているんだけれども、実際そうではない常識の中で生きている、あるいはそういう思考パターンではないところで生きている人がたくさんいるということに気づくようになります。これってつまりダイバーシティってことですよね。みんな違うんだ、いろんな人がいるんだっていうことに気づくことができるようになる。この考え方がビジネス心理今とても大事だっていうふうに言われているんです。だから教育現場でもこのことを教えるようにしているんです。そしてメタ認知力を身につけると、この自分の感情や状態といったものに気づくようになる、そして自分の思考パターンというものに気がつくようになる、そして自分とみんなはいっぱい違うところがあるんだというダイバーシティ的な感覚が身につくようになります。そしてこのメタ認知力をさらに深めるためには、ぜひ自分がなぜその感情になりやすいのか、自分がその思考パターンになってしまったのかという部分を深掘りしてもらいたいんですね。
この深掘りに関しては自己分析の方法で3部作でお伝えしています。なのでそちらの方をぜひ見てやっていってほしいんですけれども、自分で自分のことが語れるようになる、言語化できるようになる、つまりメタ認知力がつくということによってビジネスシーンでものすごく役立つようになります。でそのためにはなぜ自分がその部分にそういう考え方、そういう感情になりやすいのかという自己分析をすることが非常に大事なんです。なぜならば自分のことをたくさん知ることによって相手も似たようなパターンがあるかもしれない、あるいは相手はどんなパターンでそうなったんだろうってことをより深く理解できたりとか受容できるようになるんですね。このことによってコミュニケーションであったりとかビジネスシーンであったりとか、さらに大きく言えばより大きく人のこと、人間のことが理解できるようになるんです。このメタ認知力っていうものを身につけることによってあなたのコミュニケーション能力は抜群に上がります。またビジネスシーンでめちゃくちゃ役に立つようになります。なのでぜひこのメタ認知力理解できるようになったら自己分析もぜひ進めてください。これからも皆さんに伝わりやすい文章の作り方や自分を言語化するためのやり方みたいなものを紹介していきたいと思います。よければチャンネル登録してください。